真の地獄はここからな。ブルアカガチャ始まるよ。ということで今回は先生アコさんとマコトさんガチャの後編をお送りしていきます。さあ始まるざますよ。行くでガンス。ふんがまともに始めなさいよ。前回の限定アコちゃんを1天井したところからそのまま過酷なガチャに挑んでるよ。前回の動画を見てない兄貴はぜひチェックしてね。説明や解説が必要だ。その先は地獄だぞ。ブルアカの天井後の10連目は遊ぶからな。平気平気。ごめんね。ごめんで済んだらナイトメアいらないですよ。ちなみに前回の動画のコメントでどうして先にアコさんを交換したのか、すり抜けでダブる可能性もあるだろとご意見をいただきました。ああ、それね。実は当初の予定は1天井を上限にしてアコちゃんとマコトちゃん引ければいいなというドレッチナちゃんのためにガチャ石を温存しておく予定だったんだよ。それならどうしてわざわざ地獄に挑むような無謀なガチャにドレスアコを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう。メメリスは所詮先の時代の敗北者じゃけ。はぁ、あ、はぁ、あ、敗北者取り消せよ今の言葉という感じの視聴者は兄貴たちとのお約束の流れでついついガチャ継続の流れに。どうやら分からせの必要があるみたいですね。いいですよ、チェルズラ書かせてあげます。そこでガチャを犠牲できないからダメなんですよ。半分は当たっている。耳が痛い。ところでさっきから全然虹が出ない。前半ですり抜け多かったから運を使い切ったのかな。敗北を知りたい。さすがアロナー、やればできる子。時系団任務の延長ですね。アコちゃんの時は一度もピックアップが仕事しなかったし、今回はさすがにピックアップも仕事するでしょ。説明や解説が必要。説明や解説が必要。さあ、マコトちゃんカモン。勇者よ、光が花だと共にあらんことは。なあ、行き過ぎ、行く行く、すり抜けが多すぎます。アリス、知ってます。さすがにそろそろピックアップ仕事して。頭チェルってんのか。僕もマコトちゃんの呆然顔みたいになっちゃう。マジヤバくね。280連目。このままだと手持ちのガチャ石が尽きて課金確定になっちゃう。救いは救いはないんですか。信じる者は救われる。さっきに分かんだね。やっと能天気なお前でも飲み込めたようだな。ミレニアムサイエンス、ミレニアム学園をとせこたま、レッドウィンター連邦学園。さあ来い。あなたが先生か。今日から私が一緒にいてあげる。任務なら私に任せて。イオリの足から控えられない栄養素があるからな。平気平気。いや、味わい深かったって感動した。はい、課金確定です。将来ということでここからは周年記念の3000円パックを購入し、星3確定ガチャを回します。星3確定ガチャはある程度出てくるキャラが分けられてるんだけど、視聴者は兄貴たちはどのガチャを誰目当てで回したかな。結果を教えてね。とりあえず僕は未所持が多かったグループを回してます。さーて、誰が来るかな。あの、試練が怖いとき夢かと思った。ところがどっこい、夢じゃありません。ゲヘラ学園、ちごきげんよう。あ、原作部の風花です。あの、私はっはっはっは。そこに温泉があるから我々がいる。いや、たとえ温泉がなくとも我々がいる。さあ、葉っぱの準備はできているぞ。よい歌、それでこそ男や。いけ、ひな。まだ、まだ10連分ガチャ石はある。これで引けないと錦を捧げないとダメになる。アロナ、僕は信じてるぞ。3000円の価値を見せてくれると。3000円があれば美味しいものだって食べれるし、大抵のものは買えるんだ。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。アロナ、課金後の最低保証はルールで禁止すよね。3秒ルール、3秒ルール。ということで、ここからは1万円を課金してガチャを続行していきます。配信のコメントは大盛り上がりでしたね。人の心とかないんか。鬼、悪魔、ヒロ、ゆるさんとリクハキもある。勝負はこれからだろう。ああ、そうか、そうかな、そうかもな。無理だな。340連目、そろそろエンジンも温まってきたな。ほら来たー。
一応いつもの可愛いアロナちゃんだと思ったら大間違いです。だぜ。なめんなよ。異色研究会の赤ミレニアムサイエンス本の中の物語の小さいからってなめないで。怪我をされた方はいらっしゃいます。怒ってないから。白衣の天使が。さあ、来い、マコト。シモエコハル。言っとくけど、ここに長くいるつもりはないから。エッチなもの。そういうのはダメ。見つけたら全部没収、焼却。冬込みで随分ブルアカの薄い本が増えましたね。一番過酷がはかどった本を教えてね。360連目、頭がすっ通る世界観になってきました。はぁ、無事率はいいんだけど、すり抜ける予感しかない。SRT 特殊学園ラビット招待の霞沢美優です。もう帰っちゃダメですよね。配信内ではうい、ゆず、みゆの草総四天王が一気に排出されてみんな大喜びでしたね。この変態犯罪者わぁ、にじらどうせすり抜けるみゆかの太もも曖昧3センチかけるね。ゲヘナ学園、給食部ご主人様と一緒に少女を美しくするのはご主人様と一緒に。奥空彩音です。試練が怖い時これ。ニコさんの格好だよ。え、コスプレ？違ってば。れっきとしたアルバイト。当たらなければどうということはない。ピックアップはどこ？ここ。この10連で引けないとさらに課金確定なのでお願いします。何でもしますから。うわぁ、おいとおしや、ペコリーヌ様。ということで、ここからはダメ押しのさらに1万円を課金してガチャを継続していきます。ガチャは悪い文明、はっきりわかんだね。おう、どうせすり抜けるぞ。ゲヘナ学園、9。説明や解説が必要。試練が怖いとき。ミレニアムサイエンススク。説明や解説が必要。ゲヘナ学園、給食。試練が怖いとき。ご主人様と一緒に。ゲーム開発部部長、ゆずです。本当に。私を連れてってくれるんですか？ああ、わかったよ。連れてってやるよ。ということで、こちら、親の周年イベントより見た天井です。せめてみんな、今回だけは動画のいいねと高評価、チャンネル登録をしてくれると嬉しいな。地獄に行ってもこんな面白い殺戮ショーは見られんぞ。小さいからって舐めないで。どうも透き通る世界観だな。この後にドレッシナのガチャに挑まなければいけないという現実。400連回せば無料でドレスアコちゃんとマコトちゃんがもらえるなんて嬉しいな。ついに降臨してやったぞ。本当にね。パンデモニウムソサエティのハヌママコト様が直々に足を運んでやったのだ。手厚く歓待するがよい。もうやめて、メメちゃんのライフはゼロよ。俺の体はボロボロだ。ということで、今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと、次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。制作中の同人エロゲ、メメリスちゃん RPG が DL サイトにて予告販売ページ公開中なので、お気に入り登録をなしゃす。今回のサムネは松下優さんにお借りしました。ありがとうございます。では、サラダバー。